皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。今ヨーロッパにいる選手たちにそこまで動きはないけど、Jリーグからは多くの選手が海外に挑戦に行ってるね。ですね。昨日今日だけでも鹿島のディフェンダー常本がスイス一部セルベット FC へ完全移籍。FC 東京のミッドフィルダー阿部はベルギー一部モレンベイクへの完全移籍の合意と発表があった。この両者に限らず、共通しているのは海外でプレイするということに対しての意義や挑戦。サッカー選手としてヨーロッパでプレイしたいという自分の目標。年齢的なことも考えて、このチャンスを逃したくないと強く思いました。と24歳の常本が言えば、25歳の阿部は今回の移籍について、シーズン途中での移籍になってしまうことに心苦しさがありますが、それと同時に年齢的にもラストチャンスではないかと思い、移籍を決断させていただきました。とコメント。どちらも移籍への気持ちが似通っているよね。20代中盤といえば、キャリア的にはもちろん若いとは言えませんが、まだまだここからが勝負という年齢ですよね。そうだね、海外でトントン拍子でチャンスをつかんで出場機会を得て2年後ぐらいに移籍と考えた時に、27歳、28歳ぐらい、そういうイメージで考えてるんじゃないかな。実際に古橋がそんな感じですね。しかし海外移籍について苦言を呈する人も、日本代表のレジェンドでもあるブーリオ、常本や阿部には当てはまらないことだけど、若手の移籍については物申したいことがあるみたいで、ユナイテッドやベルギーへの移籍が取り沙汰されている浦和の若手ゴールキーパー鈴木ザイオンについて、レッツでもレギュラーを勝ち取れないのに、もう海外に行くなんて、俺からしたら、ありえないです。ちゃんと J リーグで結果を残して、一回、ベストゴールキーパーぐらいになってから、出ていけと。なんか中途半端で、なんかもう、海外に行きました、だけじゃ。パスポートにハンコをしてもらっただけじゃ、なんかかっこ悪い。見かけだけの選手はもうやめてください。レッツでも出てないのに、どうやってマンチェスターで出るんだよ。おかしな話ですよ。とプーリオ節を炸裂。まあこれも一理ある話ではあるんだけどね。これはお互いの過ごしたキャリアや時代も多分に関係してそうですね。プーリオといえばその能力から海外でも活躍できると思われており、実際に本人も海外移籍の意向を示した時期も、しかし翌年にワールドカップを控えた代表とのタイミングであったり、当時在籍していたチーム事情だったり、簡単に言うとタイミングが合わず、J リーグでそのキャリアを終えることになった。とはいえ、日本代表での活躍も含めて、その実力に疑いはないですもんね。そうだね。今の日本人選手が海外で活躍するのが当たり前というのは理解していたとしても、日本で実績を残してから行くべき、という主張につながるのかもしれない。ただこれとは少し意見の異なるベテランの意見もあるんだよね。20歳でシュツットガルトに移籍し、その後はハンブルガー SV でもプレイした元日本代表の酒井豪徳。試合に出られなくて、才能を潰してみたいなことを言う人たちもいるけど、それはそいつが弱いだけで、その器だけだった話。海外のせいにするのは違うと思う。海外で活躍するっていうことを考えたら、絶対に若いうちから行かないと。そこを乗り越えなきゃ、その後もないって思うから。それを考えたら、行けるんだったら、今すぐ行った方がいい。という持論を対談で述べていた。どんどんチャレンジしたら良いよ、って感じの主張かと思ったら、結構内容はドライでしたね。厳しい世界だからね。でも海外でも稀て日本代表でも海外でも活躍した実績から出てきた言葉は説得力があるよね。日本で実績を積んでから満を持して海外挑戦が良いのか、チャンスがあるならどんどん行くべきなのか。若くして J リーグで実績を積んで若くして海外に行くのが良い気もするけど、要するに出場機会だよね。それを考えると、日本から海外に挑戦する選手の行き先も随分増えましたよね。ベルギー、オランダとかだけじゃなくてドイツでも2部とかに移籍する選手って今年だけでも結構いますよね。そうだね、日本代表にも選ばれた湘南のフォワード町野はドイツ2部のキールに、海外経由だと大宮から期限付き移籍でポーランドへ移籍し、今年からはニュルンベルクでプレイする奥抜き、シントトロイデン経由でフォワードの林大地も同じくニュルンベルクでプレイすることが決まっている。そういう意味では出場機会はある程度いただけるんじゃないですか。昨季はボルシア MG でプレイした板倉もその前は2部のシャルケでプレイしていたよね。その板倉はドイツ2部のレベルを聞かれて、一言で言うと難しいよって、いろんなサッカーするチームがいる。僕が感じたのはサッカーの根本的なところ、球際とかフィジカルとかそういうところが詰まったリーグかな。僕個人としてはめちゃくちゃ簡単じゃないリーグで難しいリーグだと思ったと語っている。板倉はシャルケにたどり着くまでに J1 でリーグ戦に31試合に出場、さらにオランダでもリーグ戦56試合に出場、
シャルケに入団したのは24歳の時。ある程度の実績を積んでてもやっぱり難しいリーグなんですね。逆にフロー人間でキャリアを積んでいたからこそ、難しいと感じたドイツ2部でも活躍できて、移籍にも繋がったって見方もできるよね。同じくドイツ2部のデュッセルドルフでプレイしている田中碧は、2021年、22歳の時にドイツに渡りました。僕にとっては、それがちょうどいいタイミングだったと思っています。ただ、仮に自分より若い世代に海外に行くタイミングについてアドバイスをする機会があれば、早く行った方がいいと言います。今まで早く海外に行った方がいいという言葉はよく耳にしていましたが、実際に行ってみて、確かにその通りだと感じました。日本人の中でサッカーをするのと、海外でいろいろな国籍の人に混ざってサッカーをするのとでは全然違います。日本人は、育っている環境が似ているのでフィーリングが合うんです。海外に行くと、海外の選手とのフィーリングが合うか合わないか、というのは大きな問題になります。と具体的に早く行くメリットを挙げ、さらにメンタル面についても言及。メンタルが大事だということを理解していたつもりでしたが、その重要性を痛感したのは、特に海外に行ってからです。海外では、助けてくれる人は誰一人いない。そういう状況でも、自分としっかり向き合って、自分を向上し続けることが求められます。日本は治安もいいですし、便利で綺麗な国です。でも、海一つ渡ってみて、それがとても恵まれた環境だということを痛感した。自分自身の体はもちろんのこと、海外のたくさんにいかに心をフィットさせるかがとても重要だと思いました。とコメントしている。デュッセルドルフといえば日本人も多く住んでいて、ドイツの中でも治安が良いとされる住みやすい都市としても有名だけど、それでもこういう感想が出てくるんだよね。やっぱり海外でサッカー選手として生活するっていうのはとても難しいことなんですね。そういった環境なども含めて海外に早く行った選手が成功しているかというと、久保のように海外で基礎を作り、J リーグで出場機会を得て再度海外に挑戦して成功した例もあるし、三笘のように大学までしっかりと日本でプレーして、そこからトントン拍子にステップアップした例もある。そして日本人の海外の登竜門でもあるシントトロイデンの CEO である立石のりゆき氏は、プロとして主力でプレーする経験というのはものすごく必要ですね。勝ったり負けたりする経験がないと自分自身のルーティンも作れないし、監督との距離感やアピールの仕方もわからない。何をすればいい状態になるのかといった感覚も磨かれない。と若い選手は放っておかれた時に何も考えられなくてどうしようと困ってしまいがち。だからこそ、僕は J リーグで経験を積むことを勧めたいです。と J リーグでプロとしてのイロハのようなものを学ぶことをお勧めしている。プーリオが言いたいことはそういうことなのかもしれないですね。そして酒井豪徳が言ってるのは心構えというか、それぐらいの気持ちで海外にぶつかっていけ、みたいな。プーリオの方が具体的な提案で、酒井豪徳はメンタル面での提案って捉えたら良いのかもしれないね。どちらにしても海外の挑戦は大変だってことがわかりました。とはいえ、どこかでトップレベルを肌身で知ろうと思ったら避けては通れない道でもある。そして J リーグのレベルも上がっていけば環境面以外ではフィットしやすくもなるはずだし。何より今年の大迫や香川、酒井のような経験を還元してくれるベテランも前と比べたら増えていくはずだからね。確かに、この好循環がより早く回るようになっていってほしいですね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。